いらっしゃいませ、ダンディセカンドハウスへようこそ。バーテンダーのジュンです。今日もよろしくお願いしたいと思います。はい、今日もねカクテル作っていくんですけども、まあね、こういったのお仕事をさせていただいているとですね、結構こう、まあ、こういう今からねニュー場面に出くわすことが多いんですけど、まあ、お客様を見送って、まあ、部屋に戻って、まあ、お店の中に戻ってくると、まあ、携帯が置いてるとか財布を置いてるとか、まあ、あの何か身につけていたものを置いたままにしてお店を出られているということがあります。で、まあ、これは本当に、まあね、僕たち、まあ、お店側の責任ではあるんですけども、まあ、やっぱりねあのアルコールを飲んでいるとやっぱりね忘れてしまう、つけてる気がする、ね、携帯入れた気がする、お財布を持った気がする、でも、まあ、僕が戻ってくるとやばい、椅子に置いてた財布気づかないまま置いて帰っていると。まあ、当然そういったものはねお預かりして、まあ、すぐ連絡先を知っている方にはまあ連絡して、まあわからない方に関してはもう保管しておいて、まあ、後日ちゃんとお返しするんですけども、はい、まあそういったことがねやっぱたびたびあるわけですね。まあ、ほんの不注意ではあるんですけども、で、まあ今ねその自粛期間が伸びてはいるんですけども、まあおそらく、まあちょっとこうね、まあ、近くにいる場合にちょっとこう実家へとか、まあ、あの遠くない場合ですよ、県をまたいでないとか、まあ、そういった場合であればちょっとこうおじいちゃんの家に、おばあちゃんの家に、まあ、友達の家にとか、まあいろいろね、まあ、あの密にならない程度で行動はすることがあると思うんですけども、まあ、そういうところでもねやっぱこうちょっとこう気が緩んで、まあ、自分のね近しい人の家なんでっていうことで、まあ、おそらくこう酔っ払ってしまって物を忘れるっていうことが、まあ、あるかもしれませんので、まあ、ぜひぜひね、飲み席には注意していただいて、まあ、なんかこう、物を忘れて、まあ、身内の方だったり、まあ、近しい友人の方とかに、ご迷惑かからないように、まあ、していただければいいかなと思います。はい。で、それであればね、お前ね、アルコール作って動画にしてるんだから、酔うなっておかしいだろと言われたら、まあ、それまでなので、まあ、なるべく酔わないような、まあ、要はアルコール度数の低いカクテルを、まあ、今日は紹介しようかなと思います。はい、で、今回使うお酒はですね、多分1月の中旬かなぐらいに多分1回での別のカクテルを作る形で出てきてるんですけども、今、リキュールの中でもいろいろとね果実系リキュールとか、まあいろいろあるんですけどね、クリーム系リキュールとかあるんですけども、その中でも結構こう種類が増えてるリキュールの、まあ、その一つで、紅茶のリキュールっていうのがあります。はい、結構ね、いろんな紅茶のリキュールがいろんなメーカーさんから出てるんですよね。で、その中でも一番売れてるというか、まあ、トップブランドの、まあ、ティフィンという、紅茶のリキュールを使って、で、それに合わせていく、飲み物は、みんなが大好きなのかな、まあ、僕は好きなんですけど、牛乳を使って、ティフィンミルクというカクテルを作りたいと思います。はい。まあ、カルアミルクみたいなもんだと思ってもらえばいいですね。その名前からしてね。お酒とコーヒー、お酒と牛乳の名前ですね。はい、でこちらで、まあ、ティフィンミルクを作っていきたいと思います。まあね、紅茶の香りと、まあ、ミルクの甘さと、もう本当にね、美味しい。まあ、言ってしまえば、まあ、ミルクティーのアルコールがある状態って感じですね。はい、それでは早速作っていきたいと思いますので、こちらを、ね、見て興味があれば、作っていただけたらと思います。それでは、行ってみたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速作っていきたいと思います。はい、今回使うのはこちらですね。ジレン、ティフィンの、ティフィンですね、紅茶のリキュールになります。はい、本当にね美味しいです。まあ、これはロックで飲んでも本当に美味しいんですけども、まあ、今回はこれをまあミルクで割って本当にあのミルクティーな感じにして、まあ、仕上げていきたいなと思います。そして、それに合わせるのが、こちらですね。じゃん。美味しい牛乳です。はい。これはね、僕がいつも使ってる牛乳ですね。あの、ちょっとね、お高めですけど、美味しいんで、これを使っていきたいと思います。よいしょ。はい。で、グラスに関しては、今回は、この、ちょっとこう、ロンググラスの、まあ、ちょっとこう、それでもちょっとこうね、まあ、短めで、まあ、ちょっと、太い感じのグラスを使いますけども、フードが広いかな、使いますけども、グラスに関しては今回の、カクテルは、まあ、6グラスだろうが、
まあ、ちょっと長めのグラスだろうが、まあ、結構何でもいいと思います。はい、そこまでこだわる必要はないのかなと思いますのでね、まあ、家にある、グラスを使っていただけたらと。まあね、せっかく、まあ、色味もね、ちょっとこう茶色がかった、まあ、でも牛乳なんで、まあ、だいぶ白になるんですけども、まあ、色もね、ありますので、カクテルを作る際には、まあ、グラスはね、基本的には透明な、グラスを使ってもらえればいいと思います。はい。それでは早速作っていきたいと思います。こちらに、いつも通り氷を入れていきます。よいしょ。はい、入りましたね。よいしょ。最近は本当に、とね、感染というか、まあ、コロナが怖いんでね、氷を素手で扱うのも、ためらわれるので、まあ、お店の場合は当然こういうね、使うんですけど、使うのって。家とかだとね、やっぱこう、ついてる氷、まあ、家族だとポイポイとこう手でやっちゃうとね、ちょっと映ったりすることもあるかもしれませんので、まあ、できる限りもう触らずに割れたこう、まあ、ロックグラスを、まあ、何かこう、箸はちょっとね、あれですけどね、まあ、こういうの100円ショップでも、まあ、掴むやつ売ってますので、はい、それを買って、まあ、やってもらったらいいんじゃないかなと思いますね。では、ティフィンを、45ミリから、まあ、60ミリ、まあ、そこはもうお好みで、はい、入れてもらえればいいと思います。僕はね、いつも通り45ミリで作りたいと思います。まあね、冒頭でも話しましたけど、まあ、今回ね、このカクテル紹介してるのは、あんまり強くない、酔わないでいいカクテルっていうことで紹介してるんで、あんまりね、量入れすぎて酔っ払っちゃうと意味がないんでね。こんな感じですね。はい。色は本当に、まあ、紅茶のリキュールっていうぐらいなんでね、ちょっとこう、赤みがかって茶色というか。はい。で、これに牛乳を入れていきます。封切りです。おいしょ。美味しい牛乳を満たしていきます。よいしょ。こんな感じですかね。よいしょ。この状態だと、そうなってしまってますので、混ぜます。混ぜるだけですね。もういつも通りの、まあ、お手軽カクテルをね、歌ってますから。まあ、まだね、このね、動画なんか全然見てる人少ないんで、皆さん知らないと思いますけど、僕インスタもやってるんですけど、お手軽カクテルって歌ってるんでね、簡単なカクテルしか作ってませんが、これもほんと混ぜるだけなんでね、簡単です。はい。で、色がちょっとこうね、ミルクティー色になってきたら、混ぜるのをやめて、こちらで完成になります。はい。で、こちらでティフィンミルクの完成です。本当に紅茶に牛乳っていう、もう想像しやすい味です。で、度数もやっぱり、低めになってますので、まあ、そこまでこう酔っ払いすぎないかなと思います。ただまあ当然ですけど、アルコールにはなりますので、まあ、飲みすぎちゃうと、酔っ払ってしまうというか、まあ、いろいろとね、ちょっとこう、バーッとテンション上がっちゃうので、まあ、ご時世的にも、それは良くないと思いますので、まあ、皆さん適量で、美味しく楽しんでいただけたらいいかなと思います。はい。それでは本日は、この辺で終了したいと思います。はい。明日またカクテル動画でお会いできればと思いますので、また明日もよろしくお願いしたいと思います。では本日はありがとうございました。失礼いたします。